この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家の後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録はこちらからお願いいたしますえ、三橋経済塾ですが、はい、え先日9月16日に篠原誠先生をお迎えいたしまして第9回講義が 開催されましたインターネットからもちろん見ることできますからね、えー、形成史論ですが、えー、この竹倉先生とのですね超絶的に面白い縄文弥生談義っていうのがですね、はい、特別コンテンツとして配信になっておりますのでぜひこちらもご入会いただければと思いますあ、三谷先生と竹倉先生が対談形式でへー、うん、どんなお話したんですかないでしょでもちょっと面白いなと思ったのがね、はい、その縄文時代ってはい 左がかった人が好きなんだって。左がかった。これ原始共産主義っぽいでしょ。ああ。だから、マルクス主義と親和性が高いと思ってる人たちがいるわけ。実は違うんだけど。で、右っぽい人って、弥生時代が好きなんだって。ほら、あの、天皇陛下の新位だ祭とか、そういう文化の基本でしょ稲作ってのははい。でも、繋がってんだけどね。繋がった話なんだけど。そういう好き嫌いあるんだなって。私はほら、そういう感覚ないじゃん。はい。はい。右だの左だのっていうのは。 だからそういうの分からないんですけどね。分からないんだけど、<ー>そういう話とかしています。す言われてみたら確かに、なんか、いわゆる保守系って言われてる人たち、水田稲作大好きです、ね。うん、大事だと思うよ、もちろん。はい、もちろん。はい。ただ我々現実問題として、縄文の影響も相当受けてますからね。はい、旬なものを食べるとかですね。うん、はい。だからそこは、たぶ右だ左だ言わないで、ちょっと勉強してほしいなと、はい。思ってるわけですね。さあ、うん、はい。あの、防衛費って増額になってますよね。はい。何回も言ってるけど、 防衛費が対 GDP 比で1%超える日が来るなんて思ってなかった、私は。はい。でも超えてますよ、と。うん。これなんででしょう、と。もちろんアメリカの圧力とあると思いますよ。バイデン大統領自分で言ってるからさ。はい。ただ、やっぱり防衛省の、その、情報のリークがうまくって、議論が起きた、うん。うんうんうん。はい、まあ、ロシア・ウクライナ戦争のおかげだっったら、そりゃそうなんだけど、はい。<laughs> ウクライナの方々に申し訳ないんだけど、こんな言い方したら、ロシア・ウクライナ戦争の影響で、はい。 我々の防衛に対する安全保障に対する感覚、危機感が高まったと。うん、そのタイミングで防衛省が事実をリークしてた。うん、はい。まずいって,って。<laughs> ね、まずいだろ、これって。はい。で、平時の軍隊のくせにともぐり整備してますよ、って。うん、まあ、恥でしょうはっきり。はい。そういうような情報リークによって議論が起きて、うん、それで、あれですよ、んか不思議なのが、あの、安倍政権ね、第二次安倍政権の時の、 その、集団的自衛権の議論の時って国会が取り囲まれましたからね。はい、はい。いわゆるその、えー、学生運動やってた方々がまた元気を出して、あの人はすごく元気だから、<ー>国会取り囲むぐらいですね、猛反対が起きたわけですよ。はい、集団的自衛権の話一つで高々と。かかはい。<laughs> そこらが防衛費を1%超えるっていうので、起きなかったですよね。うん、はい。もちろん、だから、その、あの、なんでしょう、えっと、アメリカからの圧力あるだろうけど、はい。 でもあの元気がいいおじいちゃんおばあちゃんたちはどうしたのかなとか思ってね。うん、だから議論によって、あるいは情報のその拡散によって変わったんですよ。うん、世論が。はい。だからここで反対しても、うん、まあ、あのなんか、まあ勝てないと思ったのか、反対するべきじゃないというふうに思ったのかもしれないんですけど、もしかしたらあの方々が防衛安全保障に目覚めたかもしれないですよね。うん、はい。だから国会を取り囲むってこともなかったっ。ほとんど反対運動なかったでしょ。なかったと思います。記憶にない。はい。私も。はい、うん。 とととというこここででで議論で変わるってことです、うん、大事なことはだからあのしつこくしつこくなんか財務省問題とか取り上げてるのは議論で変えるしかないから、うん、だって他にどうすればいいんだよね本当に革命か<い>革命か、はい、<laughs> なんか財務省にテロするのかとかそういう話になっちゃうでしょ、うん、だから議論してそれでみんな正しい情報を知っていただいてそれで変えると、はい、政治的に、うん、これしかないんですよね、うん、で防衛費は変わったとで少子化対策 少子化対策って、あの、もう子供の、あの、生まれる数が激減しつつあるから、はい。だから、政治家としても、それを問題視し,しないわけにはいかないでしょ。はい、うん。だから、当然、岸田総理大臣もそうだと思うんだけど、それで、政策を打ちますよ。少子化対策をやりますとか言ってて、まあ、どうせ子育て支援なんですけど、はい。これは、だから、少子化対策にならんっていう別にや、うん、やらなきゃ言わないよ。やらなきゃだけど、少子化対策にはならないだろうと。うん、いうのは、これは、誰もが認めること、ところだと思います。はい。 じゃあどうするかって話ですよ。うん、つまりこれ少子化対策じゃねえじゃないかと。実際はこうしなくちゃいけないじゃないかと。はい、つまり、少子化の真因は非婚化であって。はい、で、非婚化には理由がいくつもありますけども、うん、まあ代表って一番私はやっぱ重いのは、男性の所得水準の低下と雇用の不安低下ですよ。うん、これでしょと。結婚適齢期世代の、うんはい。さらには、まあこれ荒川さんがいらっしゃった時にお話しましたけど、給料上がってても過ご所ょと減ってるっていうですね。<ー>はい、国民負担率上げちゃったら、はい、 だから、対策としては、若者、特に男性の、若者たちから結婚的歴世代の男性の給料と引き上げと、雇用の、うんはい、えー、なんだろ、安定化。うん、不安定化じゃなくて安定化。うん、であり、かつ、えー、消費税の廃止であり、社会保,保険料の廃止。はい。はい。というのをやったらですね、まあ、確実に好転はしますよ。うん、一気に少子化なくなりますかってっそんなことないんだけど。うん、そのぐらいやれよ、せめてと。と、うん、いう話なんだけど、そうするためには、 あ,あ、そうなんだっていうような議論をしなくてはいけない。はい。まずは。まずは。はい。はい。で、本来、厚生労働省はですね、5年ぐらい前かな。か、2015年だからもっと前か。その頃から、そういう、なんでしょう。少子化の原因は非婚化ですっていうのが、もう一目瞭然なデータを少子化対策各社でガンガン出してたんですよ。うんうんうん、はい。でも、その、非婚化ですって書いてなかった。はい。あの、ででデータは出すくせに。はあ。 なかでなん、はあはい、で非婚化なのも当然知ってた実質賃金の下落であったり、はい、雇用の不安でいかだしてもなんで厚生労働省はその議論空気でしょだからなんでそんなこと言ったなんで防衛省って昨年までその平時のともぐ整備とかの情報を出さなかったんですかってことですよあそっかだってずっと前から問題ですわねはい確かにつまり省庁にしてもやっぱり空気読んで情報とかを出しますよ そこから出てくるっていうのは一つの変わるきっかけあるいは議論が起こるきっかけになりうるよってことなんですはい、はい、防衛省の例見,見ても分かりますけども。それでちょっとびっくりしたんですよ<っ>あの。例えば少子化対策白書で厚生労働省が少子化の原因は非婚化ですとか言ったら、はい、今わか分かってる今まで何やってたんだって話なんだけど、はい、なんと経済財政白書で少子化に対する正しい分析がなされてるんですよ。えー、ちょっとびっくりしました。 ということでですね、えこれ内閣府かなあの、出してるのかな、えー、経済財政白書。急速に進む少子化の要因について分析した。はい、えー。経済白書、財政白書が少子化を一つの柱に据えたのは初めてです。とかそもそも経済財政白書で書くべきなのかなって疑問になるぐらいですね。で、まあ、男性の所得や非正規雇用者の割合と未婚率の相関性からして、構造的な賃上げ環境を実現することは少子化対策として最も重要と訴えたと。うん。 何まともなこと書いてんだ。はい、まはい。で、ちょっと。30代の働いている男性で、年収が低いほど未婚率が高くなる傾向があった。また、地域別に分析すると、非正規雇用者の割合が高い地域ほど、地域ほど有配偶率が低く、白書では若年層の所得向上が重要だと明記した。はい、これ、多分これを、ここまでやられちゃうと、厚生労働省も、少子化対策白書に返ってくるんじゃない正しいこと。 非婚化です、給料です、雇用です、はい、みたいな感じで。なんで、だから先越されたんだから、<あ>経済財政白書に、少子化対策白書が。で、ここでですね、あの、いっぱいそのデータが取り上げられて、取り上げられてるんですけど、ちょっと身も蓋もないのが2つ、ちょっとご紹介しようかなと。身も蓋もねえなと。男性の年収区分別の未婚率。 800万円とかの年収の方は、これは12年も17年も22年もほとんど変わらないで、まあ10%ぐらいの未婚率、つまり残りの90%は結婚してるってことはい。なんです。で、年収が低いとですね、未婚率が上がると。うんなんかむしろなんか100万円台、1万円台で上がってるのがよくわかんないんですけど、これ。そういうデータなんでしょうけど。そこはもうずっと下がってくると。はい。身も蓋もないでしょう。 だから所得の問題なんです。はい。だから400万、500万ぐらいになると、はい、まあ30%ぐらいまで未婚率が下がるから、だからこの方々をこっちに持ってこいと。はい。いう話なんですよね。で、これはね、次はね、あもう孝家さんに聞きたいんですけどはい。これは身も蓋もねえなと思ったんだけど、女性未婚の20から39歳、まあ、うん、既婚になっちゃいましたけど、ここはい。結婚相手に求める年収。結婚、これ青が結婚相手に求める年収。はい。実際の年収。 はい、身も蓋もぶねえなと思いません。はい、つまり、結婚相手に求める女性が年収って、まあ大体500万円ぐらいなんですよね。400万から500万ぐらい。<ー>はい、ところがですね、その層って10%ぐらいしかいないってことか。まあこっちも合わせると思っているんだろうけども。<ー>で、あの、一番多いのが200万から300万ぐらい。はい、え、なんか昔ってもうちょっと200万ずつぐらい、こっちはなかったですか何がですかこれがですかそうです、ですこの山が,こが。こっちでしたよ。あでしたよね。<laughs> 400万ぐらいまでってます。だから、 マッチングしてたんだよね。ああ<ー>。それが、かあーっと、ふあーっと左に持っていかれた。<ー>ですよ。はい。それはまあ、少子化になるでしょう、はい、という話ですよね。はい。でね、その、少子化の問題って、まあ、これ、まあ、まあ、誰が見てもわかるわけ。はい。いや、給料じゃねえかと、男性の。うん、はい。で、どうですか、コーケさん。ここだ、ここ、結婚できますか いやななかかやっぱりね、女性って、傾向的に自分より高い年収の人と結婚したがる。ですよ、どうしても。わかりますなんとなくわかります。わかりますはい。だから、この辺だったのが、キュッとこうなったらですね、それは結婚減りますよ。だから、少子化になるでしょ、という話なんだけど、 そこでなんか変な、変な論調を見たんだけどね。はい。いや、女性が、なんか男性に自分よりも高い給料を求めると、結婚するときに。これはなんか昭和的な風潮だみたいなことを書いた人がいて。はいうん、昭和的ってか、あれ思うんだけど、縄文時代からそうじゃねえみたいな、うん、マジで。うん、いっぱい稼ぐ人と結婚したでしょ、女性は、うんはい。これ仕事とかそういう話じゃなくて、生命、生,生存の問題ですはい。うんうんうん 普通じゃねえれと思うんだけど。なんで昭和的、昭和的とか書くんだろうと。うんうん、まあ、そのネガティブな印象を与えたいからだろうけど。でも、それを変えるっていうのよりも、これは、これをこっち持ってきてる早くね。早いと思います。早いですよね。はい、<laughs> もし本当にそういう風潮が残ってて、それ昭和的な風潮でうんぬんかんぬんと。うん、じゃあ、女性の意識を改めて、年収が低い男性とも結婚したがる女性を増やしましょうっていうのは、相当に難しくないですか、うん、これ。でも、実際私、その、会社にさせてもらって、結婚とかもして将来考えると、 やっぱりこの男性のお給料高い方がいいなって今思うのは何でかっていうと子どもとか育てる時にその3級1級もらっても6割とかになっちゃうじゃないですかお給料が。 それ考えると不安だなって思っ,、ね、思っちゃいます。思っちゃいます。でも旦那の旦那さんの給料が私の10倍とかだったら全然気にしない。全然気にならないと思います。そうですよね。だからその総合的不調なのになくてやっぱお子さんを産む、まうん、産むっていうのは女性だから、うん、当然そういうようなことを考えます、ね、そ,その時にやっぱお給料下がっちゃうし下がっちゃうっていうか、はい。あるいはその休職する人もいますから、ねうん、ズバンと産休ですって形で、うん。そう思ったら実際やっぱり、うん、男性のお給料は高い方がいいんだろうなって。 うに、ん、それ昭和的それ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 普通に、令和的風情でもあるよ当然と、うんうん、い全くそのとりそこはちょっと私は気が付かなかった、うん、なんでかというとあの子供を産んだことないからああ女性はね結構考えてる気がします、うん、そうなんですよやっぱこの問題っていうのはやっぱこっちに持ってくるしかないでしょ、はい、という話なんですけども、うん、こういうのを実現するためにどうしたらいいかというとさっきの防衛省の議論でも出てきたけど議論ですよねうん、はい こういうことをみんなが知ってって、議論していくと変わっていくと思うんですよ。で、これ前回の話とも絡むんだけど、あの、まあ、大阪万博がてんて典型だけど、あれって、もう需要を明確にあるわけ。パビリオンを建設するっていう。はい、はい。それが、まあ、減ることあるかもしれないんだけどね。あの、万博中止になっちゃうとか、そういう延期になるってパターンあるかもしれないんだけど、でも、やっぱり各国はガチで作ると思いますよ。 なんかプレハブのなんかタイプ X っていうのが出てきたんだけど、これどうですかみたいなこと言ってんだけど、うん、あまり乗らないんだってそっちに。そりゃそうだろ、そりゃそうだろ、みたいな。<laughs> ちゃんとやりたいよ、みんな。はい、という需要があって、それで土木建設の供給能力足りないと。で、資材価格は上がってると。かつ人で確保できない上に残業規制ですよってなると、うん、相当強い立場に出れるはずですよ、供給者側が。うん、はい。この世界ですよ。うん。 この世界を取り戻さなくちゃ。うん。今までなかったですもんね。逆あ、とかはい、経験したことないんでしょうけど、バブル崩壊ぐらいまではそうだったよ。あ,あ、そうなんですか。そうですよ。<ー>はい。供給者側が偉かったんです。へえ<ー>。だから、いや、ちょっとこれ高いよ。あ、じゃあ、うちいいです。他,売る,<ー>他売るから、他に売るからみたい。 えー、使ってくださいいみたいな感じそれがデブレーキの我々 <laughs> も最初サラリーマンだったからそうだったのは認め,る、うん、認めますけどもでもやっぱり業界によっても違って<ー>私 IT バブルの真っ盛りの時にバブル,バブル IT 業界にいたからはい、はい、結構強気でしたね。う 別の業界だったら全然そんなことなくて。だからあれですもん。本当に、その優秀な人材ね。はい。あの、高学歴の方とかもですね、あの、大企業とかも取らなくなっちゃったから、派遣とかね、白紙課工程を終えてて、はい。それで、は、なんか、非正規雇用とか、そんなんばっかりになっちゃったよね。うん。はい。それなんでですかというと、人余りだったからなんでうん。需要に対して。うん。だから人余り、本当に残酷な世界です。うん。うん。だって、 あの、要は、若年層の失業率が高いってことは、はい、若年層元気じゃないですか。うん、若い人って。うんうん、特に男性男性。はい。はい。それで、失業してるから、やることないから、まあ、ろくなことしませんからね。私、あの、スウェーデンのマルメっていう、スウェーデン一番南のところに移民問題の調査に行った時にですね、はい、その、タクシーで、ブワーッとこう回るわけですよ。その移民街を。移民街ってか団地なんだけどね。はい。そこのスーパーマーケットの前にですね、はい、その若いですね、移民の男の人たちがですね、こう、タバク船がこう、たむろってるん,んですよ。うん、何時にも。 やることないから <laughs> <ー>。で、あの、タクシーの運転手。ア彼もあの移民なんだけどね、アフガニスタン人だったから、はい。これちょっとみんなにインタビューしていいって聞いたら、絶対やめてくれと。<ー>責任取れないからと。言われてスーッとこう前取っただけなんだけど、<ー>あ、こういう世界なんだなと。は<ー>はいね、だから、若い人が少なくなっていく少子化について、はい、もちろん、ね、最,最終的には少子化解消すべきだし、人口増えていく方がいいんですよ。うん、でも、どうせ数十年かかるから。うんはい、で、現実を見据えると、 若い人が貴重な社会ってのはこれは素晴らしいなと確かにはい、うん、もちろんそれ移民とかで埋めちゃったらそうそうでもこんな安いとかも来ないから移民ああ逆に逆に <laughs> それはそれでつらいですけどねうんそれ現実、うんうん、来るのは客インバウンドでああ<ー>、はい、しかも円安いでしょはい、はい、うんそうですね逆に日本は供給,能力供給能力を高める実行のチャンスなんですよ そのあれ、あれだよ、インバウンドで観光の話だけじゃなくて、製品、輸出製品にしたって、向こうお買い得だから。うん、そうです別に日本が何をしたわけでもないんですよ。買わせでと変わっただけでしょ。うん。それだったら日本国内で作って、それで売った方が儲かるでしょ。うん。あと心配いらないから余計な心配しなくていいでしょ。うん。はい。なんか外国に行くと、なんか言うと、なんか何やられるかわかんないからね、現実問題として。はい。中国とかなんか特にそうだけど。 そういう形で、その供給する、働く人たちが、あの、大事にされる社会っていうのが、今多分訪れようとしてるんだなと。初めての経験になるかもしれない,です、ねいす。初めての経験だと思いますはい。だから、あの、要は、あの、売り手が強いんですよ。うん、あ、いらないですか。あ、いいでしょ、と。だから、その、えっと、海さんが来られた時に、運送業の話し,しました。はいはい、であれは、だから、過当競争になっちゃってるからね。うん 運送業とかもね利益にならないっていうふうに判断したらそこやめてべきだと思うよ。利益になるととこだけ付き合うちゃんと例えば待機時間にも料金出してくれるようなお客さんだけ付き合うと。だからこれブラックいわゆるブラック企業問題と同じなんですよね。今まではでも働く側が多かったから。というか需要が少ないんだよねな話だからちょっとあれでも取引してものブラック企業で 頑張って働くっていうようなことをやらざるを得なかったんだけど、はい、もう時代変わりつつあるから。で、その働き手、あるいは事業者側、供給者側ね、はい、供給者側が選別するんですよ。うん、でもあ、じゃあもういいですよ、御社は、と。うんうん、全然儲かんないしって。そうすることで全体が変わっていくと思うの。確かに。ブラック企業もなんで続くかというと、ブラック企業に行く人がいるからね。そうですね。はい みんなもっと安い、あってかもっと高く、はいや、しかも、えっと、なんでしょう、いい雇用条件で雇ってくれるところいっぱいあるんだから、うん、そういう情報を探して転職していったら、うん、ブラック企業は潰れるか変わるかしかないでしょ。うん、だから日本全体ブラック企業化してたんだよね。うん、今まで。今まで,、うん、で。最大のブラック企業がですね、政府だよ。あ<ー>はい、政府。うん、公務員の,あの、非正規公務員なんてアホな制度始めようかもしにはい。はい、だからそういうところに、 もういかない。だからまず、だから一番やっぱりだから政策的に動けるのは政府であるのは間違いないから、はい、政府がまず公務員の給料を上げろと。うん、非正規は全正規にしろと。はい、で、送金給も上げろと。全体的に上げろと。うん、やると、その、まあ、でもこれ相対的な話だよね、ブラック度ってね、はいその。ちょっとブラック度になっちゃう。政府の公務員でブラック度になるところには誰も行かなくなるよね。うん、そしたらもう上げざるを得ないなと。で、上げざるを得ないってことは客に対しても、すいませんけどもう値上げするしかないでしょと、うんえ。そんなことになる給料。いいです みたいなことが言える環境がいよいよ訪れつつあるんだなってうのが実は本当の意味での2024年度問題なんですよね。はい、なんか悪いことばっかり思ってたけど、うん、いい点もやっぱあるんですね。そうで、は人手不足は基本的にいいことなんです。うんうん、で、どうせこんなに安い円安の国で、はい、円安でしかも給料下がっちゃってるから、移民も来ません、うんはい、最高じゃないですか。はい、最高じゃないですか。<laughs> で、こう給料が若者のね、男性の若者の給料が、ふーっとこっちに動いてくると、うん、結婚が増えて、はい 少子化が解消に向かうんじゃないかなと思うわけなんですよ。これが正しい異次元の少子化対策ですよね、うん、つまりだから岸田内閣に言いたいことはですね、はい、とりあえずなもすんだってん <laughs> <ー>もすんだと。もしかしたらほっといたら、こうなるかもしれないって言たらね、余計なことするんだよ、こういう時に。 どんなことですか移民受け入れ拡大とかで。ああ、嫌ですね。嫌ですね。嫌ですね。労働規制のさらに緩和して競争激化させると。これは実際やるからさ。リスキリニングとか言ってるでしょはい。はい。そういうのいいからと。そういうのいいからと。せっかく環境が自然に少子化解消に向かいつつあるというですね。最高の、なんかね、神に選ばれた国じゃないのと思いたくなるぐらいですね。そういう絶好の機会が訪れてるのに、それを潰そうとする努力だけはやめないんだ日本政府とりあえずいい加減にしろと言いたいですね。 はい。財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。2021年に財務省のトップ、矢野幸治財務次官は、このままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね、発表しました。しかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。 実際、財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですねえ、ことを語っているわけです。しかし、財務省のトップ、矢野孝治事務次官をはじめ、まだ財政破綻論の嘘を広め、日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、 騙されないようにするための書籍がこちらですね。財政破綻論の嘘。この書籍を読んで、日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してください。いつも三ツ矢 t v をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。